岩田中学校、高等学校は、大分県大分市岩田町一丁目にある私立、中学校、高等学校、全国私立両生学校協議会加盟、参加校、中、高を総称して、岩田学園とも呼ばれる、1911年の創立。大分県内の私立学校としては最も古い、歴史を持ち、女子校として創立された後に、男子校に転換後に、 男女共学となって、現在に至っている。1964年に竣工した1号館、2号館を、はじめ、校舎の多くは、大分市出身の建築家、磯崎新の設計によるものである。2003年には1号館、2号館の耐震補強工事が行われたが、外観を大きく変更しないように配慮された。2008年4月からは、立命館大学、 立命館アジア太平洋大学との協力のもとで、立命館アジア太平洋大学、立命館大学進学コースが開設されている。質が高く、きめ細かな指導により、社会に優位な人材を養成します。不正愛締めを許さず、公平と正義を重んじる心を養います。生徒との対話を通して、人を思いやる心を育てます。また、 生徒の自主性を重視することを開校以来の教育方針としている。男子の制服は、陶器は学生服上下。下季は白の解禁シャツまたはカッターシャツに学生服のズボン。女子は陶器は L の黒を基調としたブレザー、スカートまたはスラックスにブラウス。下季はブラウスおよびベストにスカートまたはスラックスである。ブラウスは4色から選ぶことができる。 執行委員会を中心に文化、理科、体育、図書、保健、ボランティア、広報、生活委員会がある。二千十六年五月十三日、三年生、男子生徒が体育館で体力測定のシャトルラン中に意識を失って心肺停止状態となり、二日後に死亡。二千十七年七月、学園が設置した第三者委員会は、教諭の対応の一部について、 安全配慮義務上、問題があったと指摘したが、死亡との因果関係は不明と報告。2018年12月、遺族は同行運営の学校法人、岩田学園と授業を担当した教諭に対し、契約4900万円の損害賠償などを求めて大分地裁に提訴する意向であることが明らかになった。ありがとうございます。